改札口ホーム、長楽寺駅は、広島県広島市浅見神区長楽寺一丁目に、ある広島高速交通広島新交通1号線の駅である。本来の構想では、本通り駅から当駅までの路線であり、当駅近くには長楽寺車庫が設けられた。現在でも当駅始発、当駅止めの列車が多数存在する。 1994年アジア競技大会が広島で開催されることになったため、急遽メインスタジアムとなった広島ビッグアーチまで接続することとなり、建設の時点で広域公園前駅までの延伸が決定、途中駅となる。長楽寺車庫の人工地盤上には広島高速交通の本社と広島市交通科学館が建てられ、当駅には副駅名として、 交通科学館前の故障がついた。2015年に命名権の導入により沼地、交通ミュージアムと名称が変わったが、福駅名については、旧来の交通科学館前を引き続き使用するものと、沼地交通ミュージアム前という新しい名称に書き換えられたものの両方が存在しており、広島高速交通は公式にどちらの福駅名が、 正式なものであるかという発表を行っていない。島式ホーム1面2線の公開機。ホームから1フロアを降りたところに券売機、改札がある。以下の情報は、広島市統計所に基づいたデータである。アストラムラインでは、1年毎乗車総数と、1年毎校車総数の情報を公開している。1日平均乗車人員データは、 年度ごとの乗車総数を365で割った値を小数点2を丸めて小数点1位の値にしたものである。アストラムラインのデータは1000で丸めて提供されているので、1年ごとではプラスマイナス500の誤差があり、1日あたりでは1.4人程度の誤差が発生する。ありがとうございます。